どうすればこの食いた早く雨宿りを。雨に打たれると背が伸びなくなる。凄まじい音だ。だが布団にこもってしまえば安心して眠れる。逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせ。
ちょっとビリビリ。そんなら、ぼやめて。しびれさせちゃうわ。とどろけ。ちょっとビリビリさせないとね。頼んだわよ。何？逃がさないわよ。そうだ。頼んだわよ。と、はっ。ちょっとビリビリ。さらば。ドドーン。はっ。変クライオン。逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないとね。やっ。行くぞ。
はびこれ。ビリビリさせないとね。ないわよ。ちょっとビリビリさせないと。はびこれ。ビリビリさせん。ウサギ伯爵出撃。しびれさせ。はびこれ。信頼感度。逃がさない。三。いや。ちょっとビリビリさせないと。
てこれるかな。ちょっとビリビリさせないと。もう早くの。ドドン。逃がさないわよ。やみつきにならかな。行くよ。はっ。はびこれ。ちょっとビリビリさせないとね。逃げられないって言ったでしょ。私はモンドの飛行チャンピオンなんだから。
ウサギ伯爵出撃。試合よし。逃がさないわよ。三。ふう。よ。ふう。雨のような矢を。はっ。ちょっとビリビリ。さらば渾身の術。早く投稿し、はっ、って、はっ、星と深夜無事今日の星と深夜
招待状にある住所はここみたいだな。一般の客は招いておりません。お帰りください。なあ、ちょっと待ってくれ。オイラたち一般の客じゃなくて。海外から密航してこちらに亡命してきた特殊な客ですね。その格好を見ればわかります。そんなこともわかるのか。って違う。シャブ業の印象、トーマさんですか。お二方は普通の身分ではないようですね。ではシャブ業の小さな保有地、コモレジャヤへようこそ。そう来なくっちゃな。やっと着いた。トーマは？トーマはどこだ？あれ、トーマのやつ、まさか約束を破ったのか？約束を破るだなんてひどいな。君たちこそ俺のことを忘れてたじゃないか。どういうことだ？犬が喋った。はは、驚くことはない。俺のこの状態を見るのは初めてだったかな。うん、リーユエではこのようなものを見たことはなかったのか。そうか、オイラなんか分かった気がするぞ。もう冗談はここまでにしよう。おい、お前ってやつはなんでいつもこうなんだ。離島の時も茶屋の時も君たちを待つ時間がとてつもなく長くてね。こんな特殊な待ち合わせ方法を考えたのさ。でもやはり二人には俺からのきちんとした謝罪を受け取ってほしい。これまでの数々の試練は必要な形式だったんだ。全ては君たちをお嬢のところまで連れて行き、俺たちの来航に立ち向かえる仲間になれるかどうかを見極めるためのね。真面目な顔になったからってオイラたちが許すと思うなよ。やりすぎたかな。悪い悪い。君は最初から規則なんかにとらわれるような人じゃないだろ。君の意志は揺らぐことがなく屈服することもない。はるか昔、俺もそんな仲間を一人持っていた。しかし来航が下され、へえ、君たちも彼のことを知っているとは。どうやら彼の光はかすかなものなんかじゃなかったみたいだ。もちろんさ、シャブ行所の神里府まで連れて行ってあげるよ。だがその前にもう一つ二人には来てほしい場所があるんだ。鳴神島に住んでいる限り無視することのできない建設中の巨大な千住百目神像だよ。星と深淵を。
の心臓の周り、なんか殺伐とした雰囲気が漂ってるぞ。普通の人はこんなとこ近寄りもしないだろう。あれ、よく見ると上にはめてあるのは神の目。神の目！メガリレーで押収した神の目をこの心臓にはめ込んでるのか？やはりもうメガリレーのことは聞いているんだね。君たちも知っての通り、モンドは自由の国、リーユエは契約の国、そして稲妻は永遠の国なんだ。ライデン将軍は稲妻の統治者であり、稲妻の神でもある。幾千年も変わらない永遠こそこの国を司る彼女の意志なんだ。そのため三奉行によって国政を固め、鎖国令で人員の流動を阻止する。稲妻をそのように静止した状態にし、時間という流れから逸脱させ、稲妻を不変のまま永遠までたどり着かせる。それが将軍の考えだ。神にも自分たちの考えがあるんだな。もちろんこれは俺自身の見解だけどね。最近行われているメガリレーの理由については、もしかしたら将軍は神の目が人々に変革の力をもたらすと思っているのかもしれない。そのような不安定な存在は将軍の思う永遠にふさわしくないのだろう。だからライデン将軍は天領奉行の部下たちに神の目を集めさせ、この心臓にそれらを一つ一つはめ込んだ。この千住百目心臓は稲妻の永遠の象徴とも言えるだろう。なんかライデン将軍ってちょっとわがままじゃないか？君たちみたいな異教人くらいだろうね。そんな風にライデン将軍を批判できるのは。だが俺もそう思うよ。メガリレーはあってはならないものだ。お嬢はメガリレーが出されたその日から抵抗する決心をした。あれ、どうしたんだ、そんな顔して。ん、音？俺は聞こえなかったけど、何か起きたのか？心臓に触ったんだよな。何かあったのか？願い？確かにそれはある言い伝えを裏付けることになるね。聞いたことはあるかな？人の願いが一定の強さに達した時、神の視線がそのものに降り注ぐ。それが神の目の由来なんだ。言い換えれば、神の目はそのものの願いを代表している。もし君が言ったことが本当であれば、どうやら人々の願いは俺が思っていたよりも根強い。さあ、鳴神島のお客人がだ。そろそろ次の場所、神里府へ向かおうか。やっと行けるのか。幼稚だ。ここで騒ぐな。風向きにして。Thank you.
逃がさないわよ。はびこえ、粘れよ。逃がさないわよ。この世界も俺に答えているのか。逃がさないわよ。この世界も俺に答えているのか。ドドーン。ハヤテのごとく
んだ。ちょっとビリビリさせないとね。この子たちでもやり。雨のような。はっ、ピック、よっ、怒らせてくれたな。やっ、で、粘よ。あらば、逃がさないわよ。ちょっと、はびこえ。もっとあれないわよ。こっちや。私。出会っ。はびこえ。ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわよ。たま。雨宿りを。雨に打たれると背が伸びなくなる。これが稲妻の両家の屋敷なのか。なんか思ってたほどそうでもないような。神里府へようこそ、お客人方。お嬢がお二人をお待ちしておりますよ。お前がずっと言ってた白鷺の姫君だよな。どこにいるんだ。屏風の後ろ。シャブ業の御霊場はいつもこうして客人と接しているんだ。100年も続いているシャブ業の習わしだ。許してやってくれ。まあ高貴な白鷺の姫君だからな。海を渡り長旅で疲れていることでしょう。ここへ来てもこのような形でしか会うことができず本当に申し訳ございません。お二方の到着をずっと楽しみにしていました。当麻からの報告でお二方に形勢を変えるほどの力があることも確認しております。昨今の稲妻ではメガリレーの遂行により人々の願いが次々と踏みにじられています。シャブ業は将軍様に仕えているとはいえ職務上人々と最も近い立場でもあります。もともと奉行の権力は民の信頼から来るもの。このような状況を見て見ぬふりをしていては安心して眠ることすらできません。旅人さん、どうかあなたの力を私たちにお貸しください。言ったでしょう、お嬢、
そのやり方じゃダメだって。あ、少々お待ちを。どうかお待ちください。あなたを将軍様のところへ導くことを約束します。その代わり、私の3つの願いを叶える手伝いをしてください。どんな願いなんだ？3人の神の目を失った方々にまつわることです。彼らにお会いすれば、あなたもきっと。村を守る武人、過去にメガリレーを執行していた武士、それと天下一を目指す剣術家、これ…はい、その者たちをできる限り助けてあげてください。私はここであなた方の帰りをお待ちしております。ではお願いします。頑張ってくれよ、みんな。お嬢ならもう言ったよ。楽をしようだなんて考えないでくれ。命を捨てに来たか。三。ちょっとビリビリ。ここまで。はあ、今回は大物が釣れたようだ。
逃がさないわよ。やはりダメだったか。逃がさないわよ。はっ、ここまで。はあ、ちょっとビリビリさせな。へっ、サン。ドドン。やはりダメだったか。きちんとしまっておこう。かわいこちゃんは ビリビリさせないとね。逃がさないわよ。逃がさないわよ。ビリビリさせないとね。早く投稿し捕獲完了。さあ、のけ出場はないぞ。ついたー。ドドンよ。はびこれ捕獲完了。逃げられる。疲れた。ちょっとビリビリさせない。はびこれ。
ちんとしまっておこう。きちんとしまっておこう。Thank you。